頑張りましょう。頑張ります。それでは皆さん、早速元オリンピック選手代表田中理恵さんと元シルクドソレイユアクトレと一緒に腹筋のトレーニングを行っていきましょう。今回のメニューは田中理恵さん考案のかなり貴重なセッションになりますから、皆さん一緒に最後まで頑張って走り抜けましょう。まずは足上げ腹筋から行います。しっかり顎を引いた状態で足を上げていきましょう。難しいと感じられる方は田中理恵さんを、簡単だなと思われる方はアクトレを真似して行っていきましょう。それでは皆さん、残り半分になります。一緒に頑張っていきましょう。皆さんこんにちは、田中理恵です。一緒にお腹を鍛えていきましょう。頑張って腹筋割れますよ。皆さん頑張って。バイシクルはお腹にもお尻にも負担がかかります。どんどん回していきましょう。頑張れ、回して回して、諦めないで。さあ皆さん頑張れ。抱え込みでも腹筋鍛えられてますよ。みんな頑張れ、いけいけ、止まらない止まらない、頑張って。皆さんかなりきついと思うので、最初はアクトレを真似していて、途中からリエさんにシフトチェンジすることも可能ですから、自分のペースで頑張って最後まで走り抜けましょう。それでは次は腹筋の上部を鍛えるトレーニングになります。難しい方は抱え込みで、できる方は膝を伸ばしてつま先をタッチしに行ってみましょう。それでは皆さん残り10秒です。しっかりと腹筋の上部バッキバキに鍛えていくために、このトレーニングも頑張っていきましょう。皆さん頑張れ。アクトレさんの腹筋がすごいですね。かなりお腹に効いてますよ。みんな頑張って。たった4分間の腹筋トレーニングですが、今回の内容かなりきつい内容になっていますから、自分のペースで少しずつ頑張っていきましょう。それではみんな頑張って、あと少し。それでは次のトレーニングになります。急に難易度めちゃめちゃ上がるやん、そう感じられた方というのは、手を後ろについた状態で足だけ動かしていきましょう。もしリエさんを真似されている方で股関節硬い方、膝を曲げて行ってみてください。膝を曲げても真似できないと思われる方は、このように膝を曲げたアクトレを真似してみてください。それでは皆さん、このトレーニングがこの腹筋トレの中で一番難関だと思いますが、最後まで乗り切っていきましょう。後ろに手をついていただいてもいいです。膝を曲げてもらってもいいですから、しっかり最後まで動かしていきましょう。それでは残り半分頑張って。これはきついですね。皆さん足は開く範囲で頑張ってみてください。とってもきついですよ。最後まであと少し、頑張れ。続いてはプランクです。プランクは腹筋のトレーニングにもなりますし、体幹のトレーニングにもなります。ゆっくりでいいので、皆さん最後まで頑張ってみてください。止まらない止まらない、頑張れ。ゆっくりゆっくり動かしていきましょう。きついですね。でもあと少し、みんな頑張れ。息を止めないで、自分に負けないで、頑張れ。それでは皆さん、残すところあと10秒になりますから、最後は気持ちで乗り越えましょう。最後までリエさん、アクトレと一緒に走り抜きましょう。本当にお疲れ様でした。ナイスファイト、ナイスガッツです。皆さんよく頑張りました。お疲れ様でした。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。かなりきついかったですよね。めちゃめちゃきつかったです。途中1個だけなんか疑問に思ったんですけど、なんかすごいのなかったですか？いや、もうあれは元気自体バリッバリやってたトレーニングですね。あの交差からの足を開くやつですね。なんか田中理恵さんの方、初心者用だよねみたいな。ちょっと逆になってますよね。そうそう、まあまあまあ、でも初心者の方が急にね、あれあれあれみたいな、急になんか難易度爆上がりしてるみたいになって、いやでもかなりね、僕も普段、はい、
腹筋やるんですけど、うん、僕がこうレクチャーしないような観点から攻めていくような腹筋のトレーニングだったので、うんうん、お腹全体にね効いてくる多分トレーニングだったんで、僕ももう本当ね今ね僕バキバキですよ。もともとバキバキ、腹筋がもうもともとバキバキですからね。めちゃめちゃパンプしましたよ。でも今日私がやった腹筋トレーニングはちょっとこう柔軟性も使ったトレーニングをやりたかったんですよ。ああそういうことですね。この部分だけ一生懸命鍛えるんじゃなくてお腹全体を締める、はい、ありがたいです。そうすることによってやっぱキュッとなるお腹になってくるので、なるほど、そこを皆さんに伝えていきたかったんです。そういうことですね。そうです。リエさんの方でも腹筋のトレーニングって挙げられてるんですけど、はい、そういうところにも結構着目した。そうですね。やっぱり現役時代やってきたトレーニングを体操とつなげながらのトレーニング、じゃあもう唯一無二みたいな感じなんだ。そうです。大丈夫ですよね。なんかもうめちゃめちゃきついアスリート用じゃないですよね。じゃないです。皆さんも絶対できます。初心者の方向けはあるんですね、はい、簡単なのもあります。でも他にもストレッチだったりとか、はい、腹筋以外のトレーニングとか、はい、っていうのも上がってますもんね。上がってます。私がいろんなものにチャレンジしたりとか、もういろんなこともやってるのでぜひ見てくれれば嬉しいです、はい、ということで田中理恵さんの方のチャンネルぜひ見ていただければいいかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本当にね、こんな貴重な機会をありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。